ヘディングシュート、見事にヘディングを叩き込んだジュリーニョ、 J1 初得点。まあホームの中でね、いい雰囲気の中で、失点は先制されましたけど、チームとして慌てることなく90分間戦い続けた結果、本当に自分たちの良さが出て、FC 東京相手にも圧倒できたと思っています。兵庫、徳良へシュート、使いづらい怪我しましたけどね、こうピッチで戦える人が責任持ってやれることを 100% やるっていう、まあ、姿勢をね、これから長いリハビリ迎える深井に届いたかなと思ってます。大歓声が響きました。北海道コンサドーレ札幌、 FC 東京相手に見事な勝ち点3ですね。リーグ戦はまたホームでできるので、また熱い応援よろしくお願いします。